こんにちはままゆみです。す。今今日も今更聞けない1分解説始めます、えー、前回この楽器は正式名称はピアノフォルテというんですよということをお話ししました。あちらのピアノもこちらのピアノもピアノフォルテと申します。理由はピアノからフォルテまで出せるからです。つまり 強弱をつけられるピアノだとということなんです。それまでの鍵盤楽器は誰が弾いても同じ音量しか出すことができませんでしたそれをピアノからフォルテまで出せるようになったということでこのピアノの正式名称はピアノフォルテと申します。はいそれではまた別の投稿でお会いいたしましょうまゆみでした